願いします。講習を始める前に、まず皆さんに今日受付でお配りしたこれ、皆さんお持ちかと思うんですけど、基本的に全部の講義の資料がプリントアウトされて入っています。なので、紙版でメモ書きする方が好きだわという人は、こういうのを使っていただければいいのかなと思って、とりあえず全部入れてありますので、これを見ながらということと、あと、それから JST からいろいろさまざまなニュースレターとかですね、そういうのも入っておりますし、一番最後に、これが一番大事、アンケートが入っています。この講習会はいろいろ今後も続けていくにあたって、皆さんのご意見、非常に貴重ですので、ぜひぜひ今日明日ですね、講習受けられた後に、ぜひ内容に関する感想を、大体が選択肢ですし、あともうどうしてもこれは言いたいということがあれば書いていただくと、非常にそういうことを ご意見、非常に参考になるので、ぜひ提出をお願いいたします。でその次のページにあるのが、その講習会の資料の置き場です。紙でもお配りしてますけれども、電子ファイルといいますか、GitHub に全部載っけてありますので、それのありかをちょっと確認しておきたいと思います。皆さん、申し込みいただいたサイトっていうのは、この NBDC の AJAX っていう、AJAX H5 で検索すると出てくるページで、分かるんですけど、こういうページから皆さんお申し込みいただいたと思うんですけれども、それがちょっと今変わっておりまして、今、ちょっと申し込み受付は終了しましたになっていて、で講義資料はこちらからなんとかって、ここが書いてあるんです、これちょっと今、途中になってるんですけど、でここをクリックしていただくと、GitHub の上に、この AJAX の、過去の AJAX の資料も、最近のものは大体ここに載っけてあるんですけども、今 AJAX69 というのはこの H5 の番号になってますので、そこの下に各講師の資料が全部載っけてあります。で、ここにですね、その名前が、私が一番最初で箕輪になってます。これは次の安倍先生とかですね、順番に全部こう載ってまして、ここをクリックすると資料が開くようになってますんで、まあ電子的に画面とかで見たいわっていう人はそちらを使っていただければと思います。こちらは私の時は結構単に割と検索が主なハンズオンなんですけれども、後の先生はもしかしたらもうちょっとヘビーなものが出てくるかもしれないので、講習の際には必ずこのページを開けておいて、別タブで開けておいていただけると役立つと思いますので、よろしくお願いします。では、講習の内容に入ってまいります。まず、生命科学のいろんな動向についてちょっとお知らせしておきたいんですけれども、まず転換期を迎える生命科学ということで、生命科学の、最近の状況はですね、もともと皆さん、何か仮説を立てて、それでデータを集めて、その仮説を立証していくっていうやり方が、もともとの生命科学のやり方だったんですけれども、今はもう、とにかくまずデータ取っちゃいましょう、ゲノム読んじゃいましょうみたいな感じで、まずデータを取るっていうところから始まるという形が多くなっています。もちろん、その中には、そのデータを眺めたので、仮説を立てて、そのデータを利用していくっていうことももちろんあるので、仮説がゼロというわけではございませんけれども、でも、何かデータから始まるという、データ駆動型と私たち呼んでおりますけど、こういうデータ駆動型の科学への転換が徐々に始まっているという状況です。そういったところで情報爆発があるということなんですけれども、そういった時代にはやはりデータとかデータベース、情報のありかをいかに素早くリーチできるかとかですね、そういったことで自由に使いこなすスキルが非常に重要になってきますし、その中には生命科学の知識だけじゃなくて、情報学とか統計学とか数学、計算機科学まで知っていると非常に有利だというような状況になってきています。で、データもいろいろなデータをこう寄せ集めてきて、自分なりにそれを解釈してデータを統合することによって知識を発見していく、そういうフェーズになってきています。で、もうこれは皆さんもいろいろ見たことあって、社会先生かもしれませんけれども、いろんなデータベースが生命科学にはあります。で、例えば DNA 液配列だけでもこういうふうにあります。これは一応世界的な枠組みで、このアメリカ、ヨーロッパ、日本でこう3極で DNA 液配列全部交換してて、どこからアクセスしても同じになるというような、枠組みで運用されているものですけれども、他にもアミノ酸とかですね、タンパク質の立体構造とか、いろいろなパスウェイ、遺伝病分研、遺伝子発現まで、さまざまなデータベースの内容があります。こういったものを統合的に利用していくことがだんだん必要になっていくわけですね。で、日本にも代表的ないろんな生命科学系のデータベースがありますけれども、例えばさっきも出てきた DDBJ、 DNA データバンクオブジャパンとかですね、ここは DNA の塩基配列を収集していて、皆さんも論文書かれた時に DNA の塩基配列どこかにデポジットしなきゃっていうようなフェーズが絶対あると思うんですけれども、そういう時には日本の窓口としてはここに預ければいいということ
になっております。で、これをか運営しているのは国立遺伝学研究所といって静岡県の三島にある DDBJ センターというところがやっております。であとはタンパク質の立体構造に関しても、DNA なんかと同じように世界中でこうやはり同じように管理しましょうというような枠組みがありまして、それの一極が大阪大学のタンパク質研究所で PDBJ、プロテインデータバンクジャパンという名前のデータベースがあります。ここも やられています。それからこれも世界的に非常に有名な日本初のデータベースなんですけれども、 KEG 京都エンサイクロペディア・オブ・ジーンズ・アンド・ジェノムズというのがありまして、これは生命情報をシステムとして表現、いろんな生命情報が、まあ、いろんなネットワークになってますけれども、そのネットワークを、機械で検索できたりするようにですね、システム化されたものです。でこれは京都大学の科学研究所バイオインフォマティクセンターというところが、主体となって運営されているもの、これ非常に世界的にも有名なデータベースになります。でこういったデータベースなんですけれども、構築の仕方としていくつかのやり方がありまして、例えばバンク型というのはですね、先ほど DDBJ とか PDB とかに出てきたものがそれに当たるんですけれども、不特定多数の研究者がまあその論文に投稿するために必要だからということでデポジットする、そこの ID をもらって論文に書くというようなことで、どんどん貯めていくようなバンク型のものですね。こういったものもありますし、それから一つのプロジェクトでもって、データを集めてそれをウェブサイトで公開する、例えば理研でやられているファントムというデータベースがありますけれども、こういったデータベースなんかはそういったものに該当します。あとは、プログラムを走らせて、機械的な処理をして、その情報を集めたデータベースですとか、さらには、さらに、その形がどんどん進んでいくとですね、知識モデル型といってさっき出てきた KEG っていうものは基本的に読み物を人間が読んでその中から情報を抽出してネットワーク上に構成しているというもので、これ人のなんていうかな、知識を持った人がちゃんと論文を読むというような非常に高度な処理が入っていますね。でそういったです、ね、非常に手がかかっているというようなそういったデータベースもあります。あとは、それにちょっと近い形ですけれども、アメリカで、ジョンズ・ホプキンス大学でもともとやられたオーミムという、遺伝病の、遺伝子とそれから疾患の関係を表したデータベースがありますけれども、これなんかも一応読み物を人が読んでそれを、表のような形で見せることができるというようなオンライン型のデータベースになります。でこのバンカーデータベース、ちょっと繰り返しになりますけれども、DDBJ では、解読されたその塩基配列とかをですね、こう査定して受け入れる、それからデータベースに蓄積して公開するということをやります。でその時に共有するためにアクセッションナンバーというのを付与しまして、で論文を投稿する際にはこのナンバーが求められるということで、これが一応こうモーティブフォースになっていてですね、どんどんこの塩基配列とか立体構造に関してはこういったみんなで共有するという形がすでに構築されているということになっています。でもともとですね、最近オープンサイエンスって言葉聞いたことある人いますか？あまりない。じゃあオープンアクセスって言葉聞いたことあります？それもないですか。ですね、もともと皆さん論文がフリーで読める論文ってあるじゃないですか。大学の中にいるとねあんまり感じないかもしれないんですけど、外の世界にいるとなかなかフリーで読める論文ってないんですね。なんですけれども、一部の雑誌はそのオープンアクセスというような、状況提供の仕方を取っていて、逆に著者が払ってるっていうところはあるんですけれども、論文自体はいろんな科学者の人がフリーにアクセスできるようにする、そういうオープンアクセスっていうんですけれども、そういったオープンアクセスという、動きがしばらく前から、科学の世界にはありました。でそれにさらに進んでですね、2013年の頃から、G8 の科学大臣会合というところで、論文のオープンアクセス化というのに加えて研究データそのものをなるべくオープン化していきましょうという動きがあります。
でこれが、まあ、G8 なので、まあ、世界的な議論が加速されまして日本の内閣でもちょっと遅かったんですけれども、それに、追いつくようにですね、まあ、文部科学省とかが中心になってオープン化を進めていきましょうというこういった、オープンサイエンスというのはこういうサイエンスであるということを、まあ、定義するのが、ね、好きな人たちなので、こういったサイエンスであるということを、定義して、実際にいろんなことをやっていきましょうということをやっていきました。でもですね、本来、まあ、科学の世界では、まあ、データは第三者と共有するものなんですね。でその意味としては、まあ、基本的に再現性、これ本当に正しい結果なんだろうかということを第三者がちゃんと再現するということが、先ほど言ったその塩基配列なんかも、ちゃんと、公的なデータベースに登録をして第三者が見られるように公開しましょうというのは、論文を公開した時にその論文の中身を第三者が検証できるためっていうのがもともとありました。で、まあ、データそのものが間違ってないかっていうのもデータがオープンにされてないと検証できませんから、まあ、その透明性を確保するという意味もあります。でさらにはまあもともとそのデータを生み出した人が想定していなかったような新しい使い方ができるんじゃないかと、まあ、新しい観点からの解析とか、まあ、それをきっかけした共同研究とかそういうこともありますし、まあ、同じデータを二度取らなくていいということから時間や費用の節約にもなるということで、そういった再利用の観点も最近では謳われています。さらにはですね、まあ、大量データが出てくるともう人間がこう目で見ただけでは当然ダメで、まあ、機械が処理をするわけですけれども、その時に何らかのプログラムが必要になる。でも、まあ、新しいデータがどんどん出てくるとそれに対してまずプログラム開発をする必要があるということで、まあ、例えば情報科学の分野の研究者とかですね、そういう人たちがそういった新しい大量のデータにアクセスできるような、そういった新しい技術を開発するために、まあ、アクセスできるような環境が必要ということもあります。で最後に書いてあるのはですね、これは欧米では言われていることなんですけれども、大体こういった公的な研究からその出てきた大量データっていうのには一度税金が使われているので、それをさらに使うという時には、まあ、市民はもう一度税金を払うということはないように、公的資金を投じたデータは全て市民のもの、まあ、市民の中に研究者ももちろん入るので、そういう人たちが再利用できるようにしましょうということで、国などの公的資金を投じて得られたデータは共有へということが謳われているわけです。それでまあそういった中で、その科学技術振興機構、まあ、あと我々のセンターですねは、いろんなことをさせていただいているんですけれども、これ今日お配りした、資料の中の一番最初のカラフルなパンフレットの一番後ろにもある年表になります。統合データベースという名前でですね、いろんな授業が始まってたんですけど、まあ、2000年の頃からそのゲノム、ヒトゲノム解読っていうのが始まるということで、それに向けて、まあ、じゃあ我が国の戦略どうしようかということを科学技術会議という文部科学省の上の方の会議でいろいろ検討をされていました。でそれで、まあ、バイオインフォマティクスにかかるセンターを作りましょうとかですね、まあ、こういった統合データベースというような事業を始めプロジェクトを始めましょうとかいろんな決定がありまして、我々のバイオサイエンスデータベースセンターというところは2011年の4月、ちょうど大震災の後ですけれども、たまたまその2011年の4月に設立されて今に至っています。で科学技術振興機構については、今これは平成29年の2月に発表された、まあ、第4期中長期目標というのがあるんですけれども、まあ、未来を競争する研究開発戦略の立案とかですね、知の創造、経済社会価値への転換、未来競争の推進と未来を作る人材の育成、もう非常に固いんですが、科学技術に関して、まあ、全般的に生命科学だけではなくて全般的に、まあ、対応するという機構なので、まあ、ちょっと非常に大くくりな題目が並んでいますけれども、それの一つの中で、まあ、ライフサイエンスデータベース統合の推進ということで、まあ、ライフサイエンス研究の成果が広く使われるように、まあ、オープンサイエンスというムーブメントを私たちのところでも一緒にやっていきましょうということがここで謳われておりまして、で、まあ、それのそういう方針の下で私たちのバイオサイエンスデータベースセンターが、活動をしております。で
その中で、いくつかそのやらなきゃいけないことっていう決められてるっていうか、私たちが自分たちでこう課してるわけなんですけど、その中の一つに、基盤技術開発、こういったデータベースを統合して使いやすくしていくっていうところには、ビーシックな技術開発が必要な部分もありますので、そういった基盤技術開発と、それから、生命科学って非常に多岐にわたって、生物種も多様、それから先ほどいろんなデータベースの種類があるよってことをご覧いただいたんですけれども、その解析する対象のモレキュール分子種ですね、そういったものも非常に多様、非常に、大きなマトリックスの中でいろんなところをやらなきゃいけないということがありますので、分野ごとに今データの統合を進めるということをいろんなキーとなる先生にお願いするようなファンディングプログラム、この2本立てで大きく、開発を進めています。でその、マトリックスがやっぱり、これも資料の中にあるカラフルなパンフレットの中に書いてあるので、後でちょっと細かいところは見ていただきたいんですけれども、基盤技術開発に関しては、ライフサイエンス統合データベースセンターというところが一応一緒に共同研究をしながら進めておりますし、からファンディングプログラムの分野ごとというところでは、人ですとか植物ですとか、例えばゲノム関係でもエピゲノムとかですね、あとは先ほどちょっと出てきたケグの先生なんかもここにおりますし、ということでいろんな分野の先生方がいます。もしかすると皆さんの関係している研究に、あ、この先生もここに噛んでたなみたいなことがあるかもしれないので、一度ちらっと見ていただければありがたいですけれども、こういった形 でまだこれで全部網羅できているわけではないんですけれども、やはりちょっと私たちもできることには限りがありますので、こういった形でファンディングプログラムを進めているというのが現在の状況です。さて、それで、じゃあバイオサイエンスデータベースセンターでは、これは裏の話って言いますか、技術開発をやってるのはいろいろ裏の話で、じゃあそれを皆さんが使っていただけるようにどういった形でサービスとかを提供してるかっていうのが今からお話しする内容になるんですけれども、データの公開やポータルサイトや関連サービスも含めてっていうことで今からご紹介していきたいと思います。でその前に、これをこういったライフサイエンス統合データベースセンター統合事業を始めるときにですね、まず一番最初に、じゃあ今生命科学のデータベースで皆さんどんなこと困ってるんですかということをまず調べるという事業が先にありました。それは内閣府で実施した事業ですけれども、それの時に出てきた大きな3つの点がありまして、1つはまずどこにどんなデータベースがあるのかよく分かんない、だからそこにリーチできなくて使えないということですね。でもしかしたらもう誰か自分がこう取ろうと思っているデータもあるかもしれないんだけど、それにどうやってリーチしたいかよく分かんないということがありまして、それに対しては NBDC では、データベースのカタログというものをまず作りましょうと、もう世界が一応見えるようにしましょうということをやっています。それからもうじゃあデータベース割りました、で今1600件ぐらい実はそのカタログの中にありますけれども、それでいくつかデータベースがあったとしても、それをじゃあいちいちこうそこに行って全部検索しなきゃいけないか、一個別に検索しなきゃいけないかって非常に手間だということなので、じゃあ複数のデータベースを横断的に検索できないかというような要望がありましたので、これも一括検索のものを作りました。それからさらにはですね、検索するとそれでそこからなんか自分に必要なデータのエントリー返ってきますけれども、そのエントリー返ってきてその一個一個見てるだけじゃなんかよく分かんないということもありますので、そこにあるデータをできれば丸ごと自分のところに持ってきて、できれば自分のデータと合わせてなんかこう計算して使う、そういうちょっと一歩進んだデータ科学をやってみたいというようなご要望に対応できるようにデータセットを取得できないかということで、データの一括ダウンロードのサービスもやっております。今これを一つ一つご説明していきたいと思います。でこれを進めるにあたって実はもう一つ問題点がありまして、データを利用するときにはいくつかの問題点があるということがやはりその調査の中で明らかになってきました。まずはさっきのどこにどんなものがあるかわからないということと通ずるところでもあるんですけれども、どんなデータがそこにちゃんと入っているのかということがわからなくて、多種多様なデータがもちろん入っていて、それからデータ公募に関する説明がバラバラ、なんて書いてあるか、ここに書いてある文字列が何のことを意味しているのかよくわからないというようなことがあるので、それに対してはデータフォーマットを標準化するとかですね、データの説明、メタデータっていうんですけども、このデータの説明に使う用語なんかを揃えたり、そうするといろんなデータベース行った時に、このデータベースでも言ってることとこのデータベースで言ってることの意味は同じみたいなことがちゃんと分かるようになるということで、こういったことの標準化を進めることも重要だということが分かってきました。それから、あとはその求められるデータがちゃんとあるようなデータベースがあるかということで、データを集めるための仕組み、
この先生がこういう研究をやったのは分かってるんだけど、そのデータってどこにも公開されてないよねみたいなことが結構ありましたので、まあ公的な研究にはこう帰宅を義務付けていただけるように、これは省庁とかそういったところでファンドを出していただくところで、そういった義務付けをしていただくということをお願いするというような取り組みもしました。それから最後にはどのように使ってよいのか分からないということがあります。これはですね、特に、民間企業の方たちなんか非常にセンシティブなんですね。っていうのはなんかこうそれ使ったからといって非常に高額なライセンス料を要求されるとか、そういったことがあってはいけないということと、まあもともとやっぱ提供してくださった先生 そのいろんな権利があるのならそれをちゃんと知っておかないと使いにくいということがありますので、その条件をちゃんと書くということとですね、今私たちのところではデータを作成している人には一応著作権があるという考え方で整理しているんですけれども、そういったこととか、あとは商用に使っていいか、それとも商用はダメかとか、あとは、使った後にそれをまたさらにその二次データとして公開するのにはどういう条件があるかとか、引用するときにどうやって書いてあるんですか、なんかね、論文も引用するときにどうやって書いていいか分からないから引用うまくできなかったとかね、そういうことがあるといけないので、データに関してもそういった使用条件みたいなことをきっちりやっぱり書くということを進めなければならないなということがだんだん分かってきました。で、一つこの著作権というのを与えるということをちょっとやってる、もう一つご説明しておきたいんですけども、クリエイティブコモンズっていう考え方がありまして、これはまあ再利用とどちらかというと著作権を強く主張するというよりは再利用と共有を促進する仕組みなんですね。で、そのクリエイティブコモンズ CC と略します。 CC ライセンスの種類には、表示っていうマークと、それから改変禁止、元のものを変えちゃいけないってことと、からまあ非営利、営利非営利の別ですね。それから継承っていうのは元の作品と同じ組み合わせのそのライセンスでまた公開、次を公開してください、自分のデータを使ったらその次も同じようにあなたのデータをまた公開してくださいねっていう、そういう継承というマーク、この4つのマークの組み合わせでもって6種類の使用条件を選択することができるようになっています。一番緩いのは、まあ、この中ではバイだけで、クレジットさえ書いてくれればどんな使い方してもいいですよ、こういう条件は付しませんっていうことと、一番きついのはクレジットも書いてくんだけダメだし、それから書いてもらったらダメだし、から非営利でなきゃダメだしとか、そういった感じですね。ということで結構、まあ、使いにくいですね。こういった条件を課すと、これを著者の人が自分が作ったものに対して付与することができるっていう考え方がクリエイティブコモンズです。で、これをデータベースに私たちも応用しました。で、NBDC で使用しているライセンスに関してはもちろんどんどん再利用してほしいということが基本的な概念なので、私たちのところで使っているのは CC 表示継承、クレジットを書いていただいて、それからさらにまた次に作ったデータベースは同じ表示継承というライセンスで配布することっていうものか、単に表示だけしてくれればいいよ、これは私たちのところで作っているものなんかは基本的に表示してくれればいいようになっています。それから、もう一つ科学の世界で後から新しく出てきたものなんですけれども、 CC0 っていうものがあります。これパブリックドメインっていう別の呼び方してますけれども、利用条件が何にもないですっていうことをちゃんと明記するっていうことですね。こういったこともありまして、これだともうクレジットも買わなくてもいいし何してもいいということを著者の人がちゃんとラベルをペタッと貼るということができるということで、自由度はもちろんこちらの下の方が高くなります。さて、じゃあここから具体的なサービスについていくつかご紹介に入っていきたいと思いますが、まずウェブサイトですね、こんな今ちょっとごちゃごちゃっとした形になっていて、実は今年度中にはもうちょっとすっきり Google チックな感じに少し変えようっていうふうに今目論んでるんですけれども、今はですねもうありとあらゆる手の内を全部ここに出すという形でポータルサイトを作ってますんで、もう全部のサービス出てます。私たちのところから公開しているものもありますし、それからさっきの分野ごとのデータベース統合ということで、いろんな分野ごとの先生にまとめていただいているデータがここに羅列されていて、まあ、名前だけ見てもなかなかわからないかなと思うんですけれども、一応ここにマウス当てるとですね一行説明がバンと出るようになってますんで、まあ、名前からこちらに書いてある日本語の名前から若干わかるのもありますし、さらによく知りたい場合はちょっとマウスオーバーしていただくとわかるかと思います。ここは NBDC と検索していただければもう Google ではトップ出てくると思うんで、ぜひ検索してみて後でも結構です、見てください。
サービスとしてはもういろんなものがありますんで、もう名前からだとちょっと類推つかないようなものもあると思うんですけども、ぜひぜひお時間のある時に見ていただければと思います。今からちょっとこの辺りのところをちょっとご説明していきたいと思っています。あ、これ言っとかなきゃいけないです。登録いりません、無料です。からどこからでも誰でもブラウザさえあれば、これとここのブラウザはなんか IE だけらしいんですけれども、一応ブラウザは大体不問なんですが、あまり特殊なブラウザだとやっぱ表示がずれたりとかいろいろする可能性ありますが、基本的にはブラウザさえあればどこからでもアクセスできるようなサービスばかりになっております。先ほどお見せしたその3つの要望の中から、じゃあまずデータベースのカタログというところにご説明入ってまいります。インテグバイオデータベースカタログという名前でご紹介しているものです。これのまず概要だけ簡単に説明してしまいますと、国内外の生命科学系データベースの所在情報とか説明情報を提供するカタログ、今1660何件になっていると思います。で、まあ、国内にあるもののリソースを有効に使っていただきたいというのがもともと一つの目的でもありましたので、国内のデータベース一生懸命集めてまして、国内のが1100件以上でも、その残りは基本的に海外で有用なデータベースも入ってますんで、カタログとしてかなり網羅的になっているものじゃないかなとは思っています。ただ世の中には数万件データベースがあると言われているのですね、ちっちゃなものとかを入れればってことなんですけれども、まあ、メジャーなものはここに入ってるんじゃないかなとは思います。で、記述項目いろいろ揃えてあって、もちろんデータベース名とかですね、それからウェブ上でアクセスできなきゃ困りますんで URL とか、どこが作ってるかとか、何を生物性を対象にしてるかで、あとは説明なんかは私たちがウェブサイトを見てこういうサイトだねということを日本語で書いています。でから、そういったデータベースをキーワード検索とか、まあ、カテゴリーから探すことができるようになってるんで、今からちょっと後でちょっとハンズオン的なことを進めてまいりたいと思います。場所は先ほどご覧いただいたトップページの、ポータルサイトのですね、一番左上、一番アクセスしやすいところにポンって置いてありますんで、もし、多分私の説明は資料見ながらで多分余裕あると思うんで、皆さんもしよかったらウェブサイトアクセスしながら見てください。データベースカタログを開けていただくとこんな形の画面が出てきます。真ん中にはですね、データベースの一覧で、デフォルトだと一番新しく登録したのが一番上に出てくるということになっています。それから、こちら側はいろんな絞り込みに使う検索とか、あと絞り込み、いろんなカテゴリーでですね、絞り込むために使うものから、まあ、こちらはお知らせ的なことで、こっちはいったスリーペインのウェブサイトになっています。はい。で、まあ、じゃあ、このここにウイルスっていう、この生物種の一番下にウイルスっていうのがあるんですが、例えばこれをペチッと押していただくとですね、まあ、ウイルスのだけの条件の中で今55件のデータがありますよということがここに出てきます。で、まあ、ざーっと出てきてるんですけれども、ここで、まあ、複数のもの、複数のそのこういったいくつかのカテゴリーがありましたけれども、それについて、and で検索することができますので、後でそれはちょっと実際にやっていただこうと思います。で、ここに、選択していって、とりあえず元に戻りたいと思ったらこの全条件をリセットするっていうふうにやっていただければ元に戻れます。で、次のここに示した例は、テキストボックスで検索した例ですけど、一応ここで主要とか入れてみました。主要とかって入れてみるとですね、またかなり数は絞り込まれるんですけれども、今ちょっとこの一番トップに出てくる ICGC データポータル、国際がんゲノムコンソーシアムというところのデータベースですけれども、これについて、じゃあどういった見方をこの一つのレコードについてすればいいかということを次のページでご紹介をしています。これが今ちょっと拡大したものですけれども、これのこのタイトルとかですね、あるいはこのサムネイルっていうんですか、この画面のトップページのキャプチャーですね、ここのところをクリックしていただくとオリジナルサイトへのリンクに行ってしまいます。これだとですね、やっぱ意外とそのデータベースってなんかいきなりそこのサイトに行くと、このサイトって何なんだろうっていうのがいまいちよく分かんないっていうのがあるので、それを解消するためのカタログでもありますので、私たちのところでは一応こういう説明を書いておりまして、こういったところのいろんな説明をご覧いただくのはこの詳細へっていうところをクリックしていただくと、私たちが整えたその20項目とかですね、それに沿った形で整理したカタログの掲載内容があります。
それ一応拡大したのが次のページにありますけれども、 ICGC データポータルについては、まあ、名称は同じですけれども、URL はここでどこがやってて、まあ、やったのはアメリカ合衆国が基本的に中心になってやったコンソーシアムのデータなので、そういった説明がここに書いてあります。で、生物種は人間で、からタグとして例えば健康疾患とかゲノム遺伝子とか、これは私たちの方でつけてるんですけれども、こういったことに関係したデータベースであるよということを書かせていただいてます。それからですね、ちょっと前に戻って、もしページを戻っていただくと、非常にここに、ここにはちょっと出てないですね、実はその、書いてある項目の中に、ちょっと下の方で見にくいんですけども、稼働状況というのがありまして、これ稼働中って書いてあるんですね。じゃあ稼働中じゃないものは何があるかっていうとですね、運用停止とか、今なんかよくわからないけれども、ちょっとアクセスしてもなかなかサイトに行き着けないとかいう状況が実はデータベースで結構ありますので、そういった状況を毎日私たちモニターしてまして、実はサムネイルのところに14日アクセスできてませんとかですね、そういったことがパッと一覧で見られるようになっています。で、そういうのが見られるのも実は、まあ、Google なんかで検索もできますし、そのデータベース名とか分かると思うんですけれども、そう行ってみて、あ、ダメだった、これなんかうまく404ノットファウンドとかね、なんか出てきちゃうとか、そういうの結構あるんで、そういうのがなるべくないように、そういう落胆がなるべくないように、私たちのサイトのカタログではそういった情報もちゃんと載せるようにしています。はい、でこれちょっとダウンロードもできますようなんですけど、まあ、これちょっとマニアックなので飛ばしましょう。で、実はここで簡単な実習ということで、今ご覧いただいた機能を使っていただいて、実習 1,2,3 これそんなに難しいことではないと思うので、パパパパパッとやっていただくといいと思うんですけど、まずデータベースカタログのサイトに行っていただいて、植物というカテゴリーを左のペインから選んでいただいて、でさらに別のカテゴリーのところへ行って、ゲノム遺伝子、ゲノムスラッシュ遺伝子っていうのがあると思うんで、そこを両方押していただくと数が出てきますか、出てきたでしょうか。はい、そんな形でどんどん絞り込んでいくことができるんですね。別カテゴリーのものであればアンド検索みたいなようなものができますので、そうやって絞り込んでいただけます。でさらに、じゃあそれまたさらにアンドで続けましょう。そのうち日本国内で作成された DB はいく存在するかっていうのが、左側のところのかなりちょっと下の方になりますけれども、日本国内、日本とか日本以外みたいな選択のところがあるので、そこ日本ってところを押していただいて、いくつ存在するか分かったでしょうか。大丈夫ですね。で、じゃあそのうちのさっき申し上げたいくつが稼働してるか、そこまで見てみましょう。そこまで見ていただくとどうでしょう。実は次のページにもその答えが一応書いてあるんですけども、まあ植物で、ゲノム遺伝子で、日本で稼働中、実は結構ありません、ね、60ぐらいあるということがあります。まあ植物もいろいろ多岐にわたってます。いろんな個別の植物の品種情報からですね、なんかいろんなものがあります。なのでまあ今60件ぐらいあるということになってますが、これは数日前に撮ったので多分今日も変わってないと思うんですけども、こんな結果になったでしょうか。はい、ということで、あとおまけはカタログダウンロードして Excel で開くで、これはマニアックな人はやってくださいということになります。で、あとはまあ、皆さんいろんな研究対象とかいろんなご興味とか、まあ、今ちょうどやってる授業で使ってるとか、なんかそういうないろんなテーマがあると思うんで、まあ、カタログは本当自由に使っていただいて、情報にアクセスしていただければなというふうに思います。以上、カタログのご紹介でした。ここまでよろしいですか。はい、じゃあ次にどんどん進みましょう。次に2番目の複数のデータベース内を横断的に検索できないかというところに行きます。データベースの一括検索なんですけれども、先ほど1600件ぐらいカタログの中にはありました。
ただですね、検索対象にするためにはその検索に必要な、目次情報みたいなものをちゃんと公開してくれてる、それを私たちの方が自由に取れるっていう状況が必要なので、それができるものはちょっとやっぱり ある程度限られます。で、今はですね、その他そういった分子データベースなんかと合わせて、文献とか特許情報なんかも実は一緒に検索できるようになってるんですが、対象としては643件、これ特許情報も1件って数えてると思うんで、643件の検索対象のデータベースがあります。で、検索のキーワード、使えるキーワードは日英相互翻訳されています。それも、京都大学の金子先生っていう先生が作られているライフサイエンス辞書っていう、ライフサイエンスの中では非常に有名な辞書があるんですけれども、それを使って日英の相互翻訳をしていますので、ライフサイエンスにちゃんと特化したっていうか、ライフサイエンスにふさわしい翻訳の内容で、それで両方を検索するということを裏でやっています。あとは検索結果はダーッと出てきてしまいますので、それに対して絞り込み機能があったりとか、そういったものがありますけれども、じゃあ早速いきたいと思いますが、一つに、よくこれ展示会とかでこうやって私たちもこうやって紹介すると、 Google でやるからいいよって言われるんですね。じゃあ Google と、じゃあこの生命科学データベースの横断検索ってどんな新しい名前ですが、それと何がどう違うのかというと、直感的に分かるのは、例えば Google でマウスって検索するとですね、欲しいのは研究の情報だったら基本的にこのネズミちゃんのマウスなんですけれども、出てくるのは大半はもちろんこのマウスですね。コンピューターのクルクっていうマウスの方が最もやっぱり一般的なので出てきます。そういうところが大きく違うってことですね。それから、実はですね、そのデータベースの検索をするときに、どこのデータを使いますかということで、例えば Google や Yahoo とか、そういった非常に一般的な検索は検索すべき範囲が非常に広すぎるので、あまりこうディープなところまで、このデータベースっていうのはもともといろんな層構造になってるんですけれども、それの非常にディープなところまで全部検索にかけてしまうと非常に重くなってしまうので、そういう意味では本当に表層しか使ってないんですが、この横断検索では対象を非常に絞って、生命科学に非常に絞っておりますので、かなりその下のところまでその検索対象として吸い上げられるものは検索するというような努力をしています。でそういった結果でですね、公開されているウェブ情報の中でも、こういった区別もあったりしますので、実は 53.2% 程度しか Google も検索できないというような研究の報告もあります。ということで、私たちのところでは、検索対象のデータベースをある程度絞った上で、そこのところはなるべく網羅的に検索できるようなものにしましょうということをやっておりますので、意図したものと異なるとか、実は網羅的でもないというような状況をなるべく解消しようということで、この検索のシステムを作っています。対象としては文献とか学会用紙とか、その特許の関連文書いろいろありますけれども、それから基本的にはその生命科学に関するデータベースなんかこういったところがあります。報告書なんかもすごいいっぱい入ってるんで、ちょっと検索するのに使うのはキーワードなのでね、やっぱり文章が中心になってしまうんですが、こういったものが非常にいろんなタイプのものが検索できるようにはなっています。で、入り口は先ほどの左の一番上の、インテグバイオデータベースカタログのすぐ下に窓口があります。でここにその Google チックなその単なる1個の窓もあるから、ここで使っていただいてもいいですし、この URL、ここをクリックしていただくと行く先でも、基本的に1つのボックスがパンと出てくるという形になりますが、それがこういった形です。で、ここいろんな、FATS にはなんだかもうお分かりかと思いますけれども、これデータベースとヒット件数ってあるんですけれども、データベースそのものをもういきなりこう中までちゃんと検索に行って、そのエントリー一個一個 Google みたいな検索結果が返ってくるようなことをやりたければ、データベースでもいいんですけど、まずどんなぐらい情報があるのか、まず当たりつけてからちょっと絞ってから、その中見たいなっていう時はヒット件数でやるといいということです。でも大体データベースでやっちゃうと思うんで、デフォルトはこっちになっているかと思います。検索ボックスのところには文字を入れていただければ、例えばここに書いてある例のようにですね、サジェスト機能っていって、こういってインフルって入れたら、あなたが知りたいのはインフルエンザ、それともインフルエンザ予防なんていう感じでいろいろ出てきますんで、これで選択して入力を少し削減することが
セーブすることができます。次にお見せするのはこれアドバンスサーチ、前のページの、アドバンスサーチっていうところはアドバンスサーチがあるんですけど、あ、詳細検索ここですね。詳細検索っていうのを見ていただくと、まあ、あの何を対象に検索しますかというところを自分である程度分かっていればこう絞り込むことができます。もうなんかいっぱい他のがいろいろ出てきちゃってこれうるさいからこのデータベースは切りたいとかですね、そういったことができるようになるのと、それから検索後の日英翻訳もオンオフすることができるようになります。それからあとはなんか更新時期でもって絞り込むとかですね、いろんなことがちょっとできるようになっています。あと生物種の絞り込みですね、というようなことがいくつかできるようになるんですけど、まあ、これはちょっとやっぱ慣れてからでないとなかなかコツみたいのが分かってこないかなと思うので、まあこれはまずは最初の一番シンプルなこの Google チックなこの画面を使っていただければなとは思います。で、先ほど申し上げたようにヒット件数をまず見ていくか、それからいきなりデータベースの中のエントリーがバーッと出てくるような検索にするかという2種類あると申し上げたんですけど、これはヒット件数のページで、ヒット件数だとこんな感じで何に対してどのぐらいヒットされましたよというようなこと結果がわーっと出てきます。でこのプラスマークついてるのはもうこれおなじみだと思うんですけど、広げていくとどん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 下にまたサブグループがあれば広がるみたいな感じでどんどん広げてくるんで、まあ広げてって、個別エントリーを見るとかですね、まあ例えばもう6ぐらいだったらこれ全部見ちゃうとかですね、そういったやり方の使い方ができます。で、いくつかのこういったところにアイマークが出てくるものには、まあ、情報アイコンでそのデータベースの詳細情報が見れるとかですね、こういった中でいろいろまあ、これ何かなって分からなくなった時のためにいろんな情報が見られるようにはなっております。でじゃあまあ普通の Google のような形で検索結果出てくる画面というのはまあこんな形なんですけれども、まあ、この中でも一応絞り込むことはできるようにはなっています。いろんなそのデータベースの種類とかですね、そういったものによって絞り込むことができるようにもなっていますし、それからこちらには関連している語句とかですね、そういったものが出ているツールボックスというのがあります。こんな感じの、まあ、これは多分見慣れているので実際はご覧いただければ分かると思うんですけど、やはりいっぱい検索の結果が出てきてしまうとね、なかなか実際欲しいものがだんだん出てこないということがあると思うので、やっぱり絞り込めるような機能は覚えておくと便利かなというふうには思います。次のページは、まあ、前ページのその検索結果のツールボックスから、まあ、インフルエンザということで調べたんですけども、流行性感冒というのとまたちょっと実は違うので、その流行性感冒も一応関連語句ということで出てきたので、これで検索してみたらこんなふうに出てくるというような結果をとりあえずここにお示ししています。まあこれもこちらですとそのエントリーがそのまま出てくる、普通の Google 検索のような形で出てくるということになっています。で次にある実習のところは、今ちょっとお示しした、検索例とほとんど同じなんですけれども、じゃあインフルエンザと検索するっていうのを実際にご自分で横断検索のところでやっていただければと思います。これももうすぐパパパパッとできると思うんで、ちょっとやってみましょう。まあ、実習後は今お示ししたような内容で、検索していただければいいんですけれども、じゃあ実習6のところはどういうことかっていうと、まあ、ツールボックスっていうのがありますけれども、ここに J グローバルっていうのがあるんで、J グローバルというところは実はこれも私どもの JST でやっている他の部署がやっているサービスなんですけども、これも科学技術情報、これは生命科学に特化しないで科学技術情報全般についてやっている検索サービスなんで、そちらにも飛べるというような関連情報へのリンクがあります。ここをちょっとクリックしていただくと次のようなところが出てくるんですけども、サービスによってはですね、その前で検索していた検索キーワードをそのまま受け渡すってことができるものがあります。まあ、特にこういった内部で連携しているようなサービスとかはそういうのができるので、ちゃんともう一回ここの単なるこうなんとか J グローバルっていうサイトに行ってもう一回検索しなきゃいけないんじゃなくて、すでにあなたが検索した内容を引き継いでますよっていうような使い方ができると。いうような例を一応お示しをしています。はい。で、
次実習7のところは P53、 P53 というのは聞いたことある人もいっぱいいるかと思うんですけども、がん関連遺伝子なんですが、P53 というに関で検索してみると、やはりこれもかなり1389件、もしかしたらこれちょっと古いかもしれないので、もっと今だったら出るかもしれませんが、1389件以上の検索結果が返ってくると思います。でそれに対して、じゃあ P53 に関連する遺伝子っていうと、わたわたこれもいっぱいいっぱい出てくるんですけれども、じゃあこういった関連する遺伝子の中をちょっと見てみましょうということなんですが、ですね、この例えば一つ一つのこの関連遺伝子のところ、これってなんだかよく分かんないなっていう時に調べるつてとしては、ここにいくつかこうリンクが貼られておりますが、これについては次のページをご覧いただく と、NCBI ジーンっていうところの説明とかですね、あとはゲノムネットワークプラットフォーム上でこの注目プロテイン P53 インデューシブルプロテインっていうのがどういうゲノムネットワーク上の位置づけになっているかというようなこととか、あとはヒューゴーというジーンノーメンクレイチャーコミュニティで出されているその遺伝子の名前付けのデータベースですね、こういったところでこれが何たるかということとかが一応分かるというようなリンクも全部つけてありますので、まあこれ関連遺伝子として出てきたんだけどもよく分かんないなって時に一応調べるつてはこういうふうにお示ししているということをこの実習8では分かるようになっています。ここまでよろしいでしょうか。まあ、検索皆さんいろいろ慣れてるかと思うのであまりトラブルはないかと思いますけど、じゃあ最後にですね、今の横断検索なんですがモバイルでも使えますということで、モバイル画面もありますので、ぜひベンチトップとか PC 持っていけないところとかでもちょちょっと調べたいなと思った時にぜひ使っていただければということで、一応モバイルありますということをご紹介をしておきたいと思います。では、今の主なサービスのところの最後3つ目、データの一括ダウンロードということでご紹介を進めてまいりたいと思います。生命科学系データベースアーカイブ、アーカイブっていうのは、例えば公文書館とかいう意味ですけれどもね、その公文書の、集まりみたいなところをアーカイブと言いますが、そこのその生命科学データベースに関して私のところアーカイブを作っています。今収録のデータベースの数は139件で、いろんな形式でデータをダウンロードできるんで、まあ、何かのプログラムに取り込むとかですね、すでにご自分がお持ちのデータの形式に合ったものでダウンロードするとか、そういったこともできます。からデータベースやデータについての説明がちゃんとついているので、このデータベースは単にこう数字が並んでるだけじゃなくて、どういった意味なのかということが分かるようにそれはつけていただいております。でデータについては先ほどの CC ライセンスですね、これで配布をしておりまして、基本的には CC 表示継承というライセンスをなるべく統一してつけるように、どうしても嫌だっておっしゃる先生もいらっしゃるんですけれども、基本はそれでお願いをしています。これ数は全部網羅されてはないんですけども、大体傾向としてこんなものがあるよということをお示しをしている、スライドです。まあ、ゲノム遺伝子なんかがやっぱり多いですね、遺伝子周りのところが多いですけれども、中には、画像ですとか、いった、まあ、3D 構造、がん構造とかでちょっと変わったものもいろいろありますので、ぜひこれも検索できますので後でご紹介しますけれども、なんかご自分の興味のあるものがあったら、もしかしたら関連するデータないかしらということでお探しいただければと思います。入り口はカタログ横断検索の図といって、その下のこのアーカイブというところがその入り口になっております。トップページはこんな感じなんですけれども、まあ、これちょっと説明書いてあって、ここに下にダーって羅列されてて、まあ、5件だけ表示されてるんですけども、全部で139件あって、まあ、一覧の中をこう検索できると、この辺にある項目でですね検索できるというふうになっていて、あとはこの辺でソートもできたりするので、興味によって背落としていただければと思うんですけれども、ここにある詳細検索っていうところでちょっとかなりまたいろんなこうカテゴリーごとにいろんな検索ができるようにはなっています。これもソートできるようにはなっています。これもなかなかね、初め多分使うときに結構
ここまで行くのは結構なんかちょっとハードル高いと思うんで、まずはこういうところで調べてもらうとか、まあでもヒットしなかったらこっちにちょっと行ってみるとかやると、あのちょっと違うところで結構ヒットしたりすることがあるということなので、あのぜひあの使いこなしていただければと思いますが、さらにはなんかですね、登録されているデータベースそのものにあの会員検索機能がついているものがあって、そういったものがあるとそれを一括検索したりとか、あとはブラストっていうあのその配列情報ですね、配列情報を検索するあの相動性検索ありますけど、それも一応使えるようになっているということです。それから画像を含むデータベース内を検索と、まあ、画像についているそのいろんなキャプションとかそういったところを使ってですね検索するというのはちょっとだんだん機能を追加していて、それのご説明がその次のスライドになっています。はい、これもちょっと私も自分自身が別にあのちょっとなかなか使いこなせてないのであれなんですけれども、あのまあ、簡単なブラストの機能とかね、そういったものがありそうなので、ぜひこの辺もあのご興味を応じて使っていただければなと思います。画像も結構入っているようなので、で次にその簡単にこれも実習を進めていきたいんですが、これはちょっとなんかあのまたこれもどん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 あのスライド上でこうご説明しながら、皆さんも余裕があったらこう実際の画面でやっていただければと思うんですけれども、今日ご紹介するのは OpenTJ ゲイツという病理情報のデータから 肝細胞肥大ハイパートロフィーを示したデータを絞り込みダウンロードするという一連の作業についてこういう流れでやりますよということなんです。でこれアーカイブの中に入っているデータごとでもちろんデータ項目も違いますし対象物も全然違うので、これあくまでやっぱり一例なので、各データベースあのご自分のご興味のあるデータベースを見つけていただいたら、やっぱりそこちょっと行っていただいて、実際にどうなのかな、アーカイブの中でどうなってるのかなっていうのを見てあの試しながらやっていただくしかないんですけれども、まずこのデータベースに関してはその最後に病理画像を見つけるっていうやり方があって、その画像データのダウンロードは講習会中は試さないでください。非常に大きいので、あのこの人数でバーってやるともうなんかネットワークが止まってしまうので、ちょっとダウンロードはダメって書いてありますから資料の中に、あのそれはやらないで、それ以外のことだけちょっとポチポチっとやっていただければと思います。で、OpenTJ ゲイツについて説明をしておきますと、170の化合物をラットの個体およびラット人幹細胞へ暴露した際の遺伝子発現と毒性のデータベースということなので、実際にその毒性の試験に入る前にですね、まあ、170も化合物がありますので似たような化合物でどんな毒性があるかなということを検索したりということで、非常に実はこのデータはあのアーカイブの中でも人気のあるデータです。結構ダウンロードされて使われているデータです。じゃあまず、トップページのところの一覧内検索というところに OpenTJ ゲイツって入れるつもりで、多分 OPE ってまで入れると該当する3文字以上になると大体該当するのがバーンと出てきます。こういうのが出てくると思うんですけれども、それの中の OpenTJ ゲイツっていうところのまずあのデータベースを使うので利用許諾を確認しましょうということで、このここの詳細というところをちょっとクリックしてみてください。そうすると次のページにあるような利用許諾というページが出てきます。これそれぞれのデータベースごとに、利用許諾のページがちゃんとあります。例えばですね、まあ、これも CC by SA なので、まあ、クレジット書いてくださいっていうことが書いてありますね。じゃあクレジットってどうやって書いたらいいのっていうところは困るじゃないですか。なのでちゃんとデータベースごとにそのこれ例えばこれはですね、トキシコゲノミクスプロジェクト、トキシコゲノミクスインフォマティクスプロジェクト CC 表示継承 2DG 日本っていうふうに書いてください。これをちゃんとこの文字列を書いてくださいねっていうことがちゃんと具体的に書いてあります。ここまで書いててくれればあこれか、ね、コピペするだけなので非常に楽なんですけども、こういうのをちゃんと書いていないと、じゃあどうやってクレジットを書けばいいのっていうところからまた始まっちゃうんで、こういうことを書いておくのが非常に重要かなと思います。であとは、まあ、他にあのいろんな利用条件があれば書いてあるんですけど、ここはあの基本的にバイと継承だけなんですので、まあ、バイを書いていただいて同じような条件で公開してくださいっていうことなので、あの 特別に書いてあるところはここだけということになると思います。はい、じゃあ前のページに戻りましょう。で今度はじゃあデータベースの説明を確認するためには、このデータベースの名前かこのサムネイルですね、こちらをクリックしていただくと次のページ、
これが、私たちのところで整えている各データベースについてのデータベースの説明メタページのメタデータのページになります。まあ、名称からですね、あとは作成者のお名前から連絡先、もし CC by SA の条件じゃない形で使いたいときにはやはりそこの作成者の方に直接コンタクトしていただいて、まあ、私たちのところで提供している形と違う形で、まあ、共同研究とかなんかそういうのを結んでいただいてやっぱりやっていただく必要があるので、こういった連絡先もやはり必要だということで書いてあります。あとは、まあ、対象の生物種とかそのデータベースがどんなものかというような説明が一通り書いてありますので、まずこれをご覧いただいてどんなものかということを把握していただくところが必要だと思います。はい、じゃあまた元に戻りましょう。そうすると今度はここにダウンロード、ついにダウンロードのページに行きたいと思います。ダウンロードをクリックしていただくと、この OpenTG ゲーツは中にいろんな種類のデータが入っています。なので、まずはダウンロードのページに行くと、こういったデータベース、データがありますよという一覧のページがこの場合は出てきます。で、ZIP 形式で丸ごとダウンロードすることもできますし、それからこちらはデータベースを中を一つ一つある程度眺めてから、まあ、検索してちょっと絞り込んでからダウンロードするというようなやり方ができるような形に整理されています。ではじゃあこの病理情報の検索&ダウンロードというところをちょっとクリックしていただきたいんですけども、そうすると見た目こんな感じのダーっていう一覧が出てくると思います。で、実はちょっとこれはもう実習90の内容で、ハイパートロフィーという最初に申し上げた肝細胞肥大の言葉を入れた状態になってるんですけれども、このハイパートロフィーというのを入れていただいて、ファインディングタイプ、これ多分指定しなくてもこの状態になると思うんですけど、一応これで入れていただくと実際の今このお示ししているような画面になるかと思います。大丈夫でしょうか。すみません、私早口なのでね、ついてこれなかったら入って手を挙げてくださいね。でも大丈夫だと思います。で、ここら辺の機能としては、まあ、絞り込んだ結果をダウンロードすることもできるし、それから全データをダウンロードすることもできるというこういったボタンがあるということで、まあ、ダウンロードしてここまでの結果を使いたければこのまま表をダウンロードすることができるということですね。で、全データのダウンロードのファイル形式、先ほど言いましたように CSV って言って、その単に巻まで区切った形ですとか、ちょっと今情報科学的ないろんなファイル名が並んでますけれども、いくつかの種類の名前がありますので、これは用途に応じて、また他のデータと合わせたりするそういった目的とか用途に応じて使っていただければということです。で、じゃあ実習10へということで、この一番端っこのところへ行ってみたいと思いますが、行くとですね、こういった形でなんかちょっと画像チックなものがちょろっと出てきましたけれども、これをダウンロードするのは後でやってください。で、フルサイズビューっていうのはちょっと PC 上でカッと大きくするだけなので、そこはあまりヘビーなものではないので大丈夫だと思うんで試して大丈夫です。といった形で、この OpenTG ゲーツについては、まあ、いろんな、実験条件とか対象化合物とかそういったものの、条件でいろいろ検索をしていって目的とするような、まあ、最終的にはこの画像にたどり着くっていうのが、まあ、目的のデータベースなので、こういった形で、たどり着けますよということを実例として一つお示しをしました。はい、ここまでよろしいでしょうか。で、データベースアーカイブなんですけれども、まあ、139件入っておりまして、まあ、こちらでは皆さんが何をどれだけダウンロードしているかというのが一応見えますので、その人気ランキングを毎月毎月出しております。それがこれです。利用状況というタブをクリックしていただくと、今6月なんで5月までの状況がこの下にも他の月のも出てますけれども、5月にダウンロードの多かったアーカイブということで、出してあります。全アーカイブのダウンロード総数結構64万2700件ということで、結構皆さんご利用いただいてるんですが、データベースの中で OpenTG ゲーツ今ご紹介したもの5位に入っております。長らくトップを走っておりましたが、最近の傾向はですね、このチップアトラスというエピゲノムのデータですね、はい、ちょっと詳しい方はおっと思われるかもしれませんけど、エピゲノムの
あのデータベースがこれもダウンロードできるということで、これ非常に最近人気が高まっているということです。もう他にもでもね、いろいろありますね。立体構造だとかメタゲノムからマスベースですね。これは代謝産物のマスですからね、あのマススペクトル の, あのデータだと思いますけれども、そういったものもあります。意外との皆さんこういろんなバラエティに富んだデータをダウンロードしてお使いいただいているようです。で、このアーカイブなんですけど、まあ、こうやって皆さんに使っていただくということはもちろんあれなんですけど、そこにあのインプットがないとなかなかあのまた広がっていきませんので、皆さんにこれ必ずお願いをしてるんですけども、データを受け入れてますよということの宣伝です。で、まあ、利用許諾がこういった形で標準的なテンプレートがありますので、それに対してあのこの条件でいいよって、この条件で公開していいよっていうことであればですね、非常に簡単に私たちのところから公開することができます。皆さんのところでサーバーを維持する必要もなくということで、ぜひこのページをあの興味のある方はご覧いただいて、こちらのところまでデータ預けたいんだけどっていうふうに言っていただけると、まあ、データセットとしてお預かりする形ではありますけれども、ここから公開することができますので、ぜひご検討いただければと思います。それで今までご紹介したカタログですね、それから横断検索、それからまあこのアーカイブもそうなんですけれども、実は私たちの JST という関係実振興機構というのは文部科学省の組織ですけれども、日本で生命科学のいろんなプロジェクトをやってるというのは文部科学省だけではありません。なので、実はここにある4省、文部科学省とそれから経済産業省から農水省、それから厚労省ですね、こういったところで、まあ、データベースのことをいろいろ各省でもってやられているようなこういった研究所とかセンターとかあるんですけれども、そういったところがこう互いに協力をしてですね、4省分の生命科学データベースを統合するということのこの成果としてご紹介をしています。なのでまあ、一番バイオサイエンスデータベースセンター NBDC がやっているサービスが一応大々的にやっていて、まあ、ここを皆さん見ていただければいいんですけども、例えば厚労省さんなんかもこの医薬基盤健康栄養研究所というところで違った形の検索サービスとかですね、ご紹介されていたりしますので、ご興味のある方はそういったところもちょっとご覧いただければいいかなとは思います。一応この4省でやってますということです。バイオに関するいろんなプロジェクト、まだ他に環境省とかね、そういったところも一応あるんですけれども、カタログなんかは別にこの枠組み以外のものもいろいろ入れてったりしますけれども、データそのものをお預かりするとか、まあ、人に関するものはちょっとこの後ご紹介するようにちょっと別枠でやっていきたいと思いますので、主に人以外のところでこういった取り組みをしているということをご紹介しておきたいと思います。であと残った時間でまずあとは人に関するデータ関連のサービスをいくつかご紹介をしたいと思います。人に関するデータですが、まず場所だけご紹介しますと、先ほどの3つご紹介したのの下、ここにあります。NBDC 人データベースというベタな名前のデータベースと、それから最近公開した日本人ゲノム多様性統合データベースの2つがありますので、これを簡単にご紹介しましょう。NBDC 人データベースに関しては、まあ、人のデータですので、個人情報の取り扱いが必要、個人情報としての取り扱いが必要とかいう、またあるいは疾患の情報がと関連したりとかいろんなことがありますので、まあ、機微なものという取り扱いが必要ですので、誰でもオープンに使っていいというような状態ではありません。ある程度コントロールされた、アクセスが必要になりますので、そういったデータを収集公開する仕組みとして NBDC が提供しているものです。で、人に関するあらゆるデータを対象としてまして、まあ、ゲノムだけじゃなくてですね、一応基本的に何でもいいです。画像とかも中には入っております。脳画像とかですね、そういったものも入っています。で、匿名化された情報のみを私たちのところでお預かりしていて、まあ、その後もしかしたらもうちょっとこう、まあ、機微なところまで入るような疾患情報とかももっとリーチに欲しいとかですね、そういったことがあるかもしれませんが、それはまあここにあるこんな情報があるなというのを見ていただいた後に、もちろんそれを提供していただいた先生の情報もありますので、その情報から共同研究に発展させていただければということで、まあそういった目次的な感じのデータベースともなるなということで運営しています。で、特徴的なのは普通そういうデータを使わせてくださいっていう時には基本共同研究を結んだりとかする非常に煩雑な手間があるんですけれども、それを私たちのところで、
データの提供と利用に関する審査というのをやりますが、それを全部 NBDC が実施しますので、提供していただいた先生はここに預けておけば、まあ、私たちがこう払い出すその条件にさえ納得していただければですね、特に利用に際しての審査に関わる必要がありません。ただ、提供者の方で特別な要望がある場合があります。例えばまだ論文出してないからちょっと公開待ってとか、それはもちろん OK です。それからインフォームドコンセントでその検体を集めた患者様とか、まあ、健常な人もいますけれども、そういった研究の対象者の人に対してこういう取り扱いをしますからというのことで特別なことをインフォームドコンセントで謳っている場合がありまして、インフォームドコンセントというのはそのデータを取るとき の, 同意書ですね。そういった中で取っているものがありまして、そういったもので謳っている制限事項がもしあるのならば、それは私たちのところでも加味した形で、利用者に提供するということにしています。で、あと、まあ今も結構指針もここでゲノム指針とかも改定が入るというふうに聞いていますので、そういった指針に変更に柔軟に対応するようなことを常に心がけているものです。今もすでに公開ここに公開されているデータが誰でも使えるオープンデータとして24件ありまして、これは本当に単にアクセスしてダウンロードしていただけることをいただけるものです。それからちょっとした審査が必要な制限公開データが68件あります。その別が今一応こういうふうになってまして、まあ、非制限公開データ、オープンデータはウェブサイト等から制限なく公開で、まあ、これは例えば集団の統計値とかですね、こういったものは個人特定できませんし、それから特定の個人由来ではない資料の解析結果とか、そういったものについてはもうオープンでいいでしょうということで、提供者の方も納得いただいてオープンでということで指定していただいて出しているもの、それから、まあ基本的に個人ごとの情報なんかは先ほど言ったその審査委員会での審査に基づいて利用可能になるもので、これについては制限公開データという取り扱いになっています。で、さっき申し上げた論文だから論文書くからちょっと待ってっていうような感じのものは、まあ、一定期間の後最終的にはこちらあるいはこちらに動くということで、非常にちょっとだけ待つということで公開待機データということで中でお預かりしているものはあります。基本的に全部そのいろんな実施されたところから匿名化された状態で入ってきます。でもここはちょっと細かいのであまり言いませんけれども、まあ、基本的にはそのいろんなルールをちゃんと委員会とか立ててですね、で決めておりまして、それに基づいて審査をしてますよということを示しています。だから、その実際のデータを格納しているのは非常にセキュアな環境を持っている、先ほど出てきた DDBJ ですね、ゲノムとかの配列をいっぱい持っている DDBJ さんのところにまた非常にセキュアな場所を作っていただいてまして、そこでこの特に制限公開データの方を預かっていただいています。で、実際だからデータのやり取りなんかはこちらのデータベースとやっていただくということで、一応審査のフローズがここに書いてあります。で、詳しくはもし興味ある方がいらっしゃったらですね、NBD シートデータベースのトップページのところにデータの利用っていうところ、データの提供っていうところ、それから、まあ、これをこれは紙砕いて書いてあるんですけれども、それの元となっているガイドラインというのがここに全部置いてありますので、これを見ていただいて、それでもまだわからんとなったらですね、お問い合わせいただければ私どもお答えしますので、ぜひご興味ある方はこちらからご確認いただければと思います。で、私たちがここに、まあ、その提供していただいたいろんな人のホールゲノム、全ゲノムデータとかですね、あと全エクソンデータとかですね、そういったものがいろいろ徐々に溜まってきてましたので、最近そのデータをもとにして、もちろん提供者の方のご理解、ご了解をいただいた上で次のデータベースを作りました。日本人のゲノム多様性統合データベース、統合バーという名前で呼んでおります。で、これはその今言いました人データベースをもとに個人特定されない加工データ、具体的に言うと頻度情報ですね、あるポジションにどのぐらいの頻度でどういう変異が入ってる、 A が G になってる、 A が C になってるっていうような頻度情報を提供するものです。で、データのその NBT シートデータベースに入っているデータの概要も把握できるようにしました。それで、あとはまあそれだけだと、まあ、ちょっとまだデータもそんなにいっぱいいっぱい溜まってるわけでもないってこともありましたので、そういった多様性の情報を得たときに研究者の皆さん、あるいは、まあ、遺伝カウンセラーの皆さんとかですね、患者様に説明をしたりするときにどういった情報が必要かなということで、よく見に行かれるサイトがいくつかあります。で、そういうのは日本や海外で公開されているヒント情報ですとか、ゲノム多様性と疾患との関連情報を一緒に集めてこうワンストップで検索できるようにしました。実は本当にほやほやで開いたばっかりのサービスなんですけれども、それちょっといくつか申し的に書いたのがこの図です。
クリンバーって、まあ、あんまり人のゲノムとかやってないとちょっと分かんないと思うんですけども、クリンバーっていうデータベースとかですね、エグザックっていうデータベースから、あとは日本の中でも東北メディカルメガバンクさんが、まあ、日本人ゲノムの標準のを作りますよっていうニュースとかでご覧になったことあると思うんですけれども、そこもあのどういう頻度情報がありますっていうのを出されてますし、それからあと京都大学でもですね、実は長浜市っていうあの琵琶湖のほとりのところでコホートスタディをやっていて、そこでやはりゲノムを読んでるっていうのがありまして、そこのやはり頻度情報を出されているのがあります。で、実はその研究者の方とか遺伝カウンセラーの方って、その変異情報、ある患者さんの変異情報が出てきたときに必ずこういったものを見るというふうに伺っています。なので、まあ、じゃあこの情報プラス私どものところから出てきた人データベースの中にも溜まってる頻度情報、それと合わせて一括検索できたらいいよねということで、今こういう形でワンストップの検索ができるようなところを作りました。それが統合バーになります。はい、次のところにも同じようなことが書いてありますね。で、まあゲノムコホート、その日本でやられているゲノムコホートもあるので、まあ、日本人の標準ゲノムっていう言い方でももちろんいいと思うんですけども、やっぱりそれでも一応ローカリティがあるので、こちらは東北だし、こちらは滋賀県長浜市だしっていうのもあるんですね。で、私たちのところは実はそのどこのっていうところ全然指定してないというところありますんで、今ちょっとまた125人ぐらいでエクソムの量は少ないんですけども、これが近々1000人規模で増える予定なので、まあそうなってくると結構その日本の中のいろんなゲノムっていう集め方にもなってくるのかなと思うので、まあこういったものが一括で見られるのは非常に有効だということで、非常にこの間もちょっとある学会で発表したら非常に好評だったということです。で、例えばこんな形で見られるようになっています。あるところの、変異の情報が、いろんなデータベースではこのぐらいの頻度で出てますよっていうことが一括して見られるというようなものです。あとはクリンバーっていうのは疾患と変異の関係の情報なので、これが例えばこれはダイアベータス、メリータス、糖尿病ですね、2型糖尿病に関係しているこういった変異がどういったところで出てくるかということで、日本、それからこれはまあ西洋っていうか、まあ、後継者白人とかを中心にした海外の人が中心になったデータベースなので、それと割とこう差があるということになると、まあ、これ日本人に結構固有かなみたいな、そういったところがちょっと見られるというものになっています。で、まあ、私たちのその人データベースの中にはいろんな研究プロジェクトからこんな感じでいっぱいいろいろ入ってきます。中にはもちろん疾患とかですね、その疾患への対象群、それからまあ疾患だけとか、あるいは健常人だけというようなプロジェクトもありますけれども、そういうのをこうまとめてですねやると、まあ、疾患とかの情報ももちろん入ってるんですけれども、全体的に見るとあるポジションで見た時には、まあ、それが標準なゲノムに大体近づいていく、特にこの人数が増えてば増えるほど標準なゲノムに近づいていくだろうということもありますので、こういったデータを提供することに非常に意味があると思ってますし、まずはこうやって概要を把握していただいた上で、必要であればこっちに戻っていただいて、さらに解析が必要であればちゃんと利用申請をしていただければご利用いただくことができるので、そういった形で利用していただければなというふうに思っています。あともう少しありますが、もうちょっと頑張ってください。ですね、最後の方になりましたが、まあ、その他のサービス例ということで、いくつか先ほどのポータルサイトに戻っていただいて、私たちのところのこのいろんなサービスなんですが、一つキーワードとしてはやはり日本語で使えるようにしようっていうのがありました。っていうのはやはり若い研究者の方とか、まあ、研究を始めようとする学生さんとか、そういった方ってやっぱり日本語でとにかく入れるってことが重要かなというふうに思ってましたので、いくつかのサービスをもともと立てております。そのうちの2つばかりをご紹介したいと思います。統合テレビというものです。統合テレビという名前を聞いたことある人、ありがとうございます。ですね、多分これは後で明日紹介する小野という講師が回りますけれども、その小野が中心になって今は運営しているものなので、きっと彼がもっと熱く語ってくれると思うんですけれども、まあ、簡単に言うと YouTube とかに上がっているような動画ですね、あれでデータベースの使い方とか、あるいは、ツールの使い方、生命科学って結構フリーなツールとかいっぱいあったりするので、
で変わったところでは Gmail の使い方みたいなのもありますが、いろんなツールの使い方、あの皆さんが研究生活、まあ、それからまあ大学の生活ですね、役立てられるようなそういったあのツールをいろいろあのご紹介しているようなそういう動画があります。なのでこれもあのサイトに行っていただければあの、検索できるようになってますので、ツール名とかデータベース名とかなんかいろいろやっていただければいいんですけれども、実はあの本日もですね、今あ振り向かないでくださいね、でも一番後ろであのテレビ撮ってテレビに載せるためにこのこういった講習会の動画も全部基本的にアップするようにしています。なのでまたあの今回あのこの一連の講習会聞いていただいて、あのこんなのあったけどあの聞かなかったでしょって言ってお友達に紹介していただいたりとかですね、そういったこともできると思うんで、ぜひぜひ使っていただければというふうに思います。この動画でも基本的にはその日本語で解説してますんで、海外のツールでもまあマニュアルがなかったりとかですね、それからまあ書いてあっても英語だったりでよくわからんっていうようなことも日本語であの書いてありますんで、ぜひぜひ見ていただければと思います。トップページとしてこういうふうに全部まとめてあるのがこんな感じで、今これも1234件、もしかしたらもっと増えてるかなぐらいですが、こういった形で講習会の動画もアップされますんで、あの後からでも振り返りができるようになっています。はい、それからあともう一つ日本語でということでちょっとキーワードでご紹介したいのがライフサイエンス新着論文レビューというもので、これは日本語による英語論文の解説記事なんですけれども、書いてる人が誰かっていうとネイチャーとかサイエンスなどのトップジャーナルに日本人がこう第一著者で書いて書かれているものを目ざとく見つけてはですね、その著者本人にあの解説記事書いてもらえませんかっていう依頼をあのライフサイエンス統合データベースセンターにいる、まあ、元あのちょっとある科学雑誌の編集長をやっていた人がですね、突撃であのお願いすると、結構な割合であの書いてくださるんですね。なのでもうその人は書いてますから、最先端のものであってもですね、非常に分かりやすく書いていただける、またあとその編集者の人が他の分野の人にもある程度分かるようにということであの鋭く赤を入れますので、非常に分かりやすく書かれていると思います。でいいのはですね、その文章とか図の再利用が可能なんです。 CC 表示っていうこの表示でお願いをしています。なので例えば、まあ、ラボの中でね、あのなんかこう研究発表とかするときにちょっと参考として引用するのか もちろん全然問題ないですし、例えば学会とかであのイントロとしてなんか図を使いたいとかそういうことがもしあったとしても、ちゃんと CC by なんでクレジットさえ書けばもうその絵を使ってもらって全然構わないです。文章も引用してもらって構いませんということなので、ぜひこれも一回なんか見ていただいて、今もうね1200件以上ありますからね、何か関わることがなんか書かれているかもしれません。こういった感じのページになっています。はい、こういった図がですね全部書き直してますんで、あの CC by で書いていただければ、で by もどうやって書けばいいかもここのページからちゃんとたどれるようになってますんで、ぜひぜひ見ていただきたいというふうに思います。さてだんだん終わりになってきましたけれども、ちょっと今後に向けてで、今私たちがちょっと取り組んでることを、なかなかちょっと情報系の話もなっちゃったりしてみて結構難しい話かもしれないんですけど、一応ご参考までにご紹介したいと思います。一つご紹介したいのが NBDC の RDF ポータルというものなんですけれども、先ほどあのアーカイブでもいろんな形式でデータベースダウンロードできるようにしてますよということで、その一つに RDF 形式っていうものがあります。でこの RDF 形式というものなんですが、ちょっと資料のもうちょっと先の方に行っていただくと、これですね、全て そのデータをですね、データベースに入っているようなデータをですね、主語述語目的語っていうような三つ組みで全部表すっていうのがこのデータ の形式上の特徴です。でこういうふうにしておくとですね、例えばウィキペディアで、あのウィキメディアで書かれてるのは、例えばそのニューヨークっていうのは、州の名前だよみたいなことですね。で、ニューヨークなんだけれども NY とも書くよみたいな、こういう関係性ですね。こういう関係性を、例えばもう非常に単純な例ですけれども、TP53、 さっきも出た P53 っていうそのタンパク質の方ですね、はこのNCBI のこのレファレンスシークエンスの中の NM うんちゃらかんちゃらっていう、この遺伝子は TP53 をエンコードしてるよって、こういう三つ組みに書くみたいな。
一番単純に書くとこんなような形で、研究成果とか研究の結果とかですね、そういったデータもこういった三つ組で全部書けるんじゃないかっていうようなことを今私たちは取り組んで、データベースをこういった形で整えていこうということをやっています。でこれをやるといいのはですね、もともとに入ってるデータベースの形式とかあんまり気にしなくって、これに全部揃えていくと、例えば TP53 っていう重なりさえあればですね、この次のページにあるように、そういった情報をどん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 ネットワークで広げていくことができるということなんですね。なのであまりこうそれぞれのデータベースのところを全部三つ組でなるべく表すようにして、なるべく言葉も揃えたりとかいうことを考えていくと、こういった、ね、強大なネットワークを作ることができて、でこの巨大なネットワークの中を検索することで、ある2つの事柄、例えば今この例は例えば名前となんかエフェクトですね、なんか名前ジーンドラッグエフェクトと、こういったルート、これちょっと非常に短いルートですけども、こういったルートを検索することができるっていうことから、新たな発見とか、まあ、関係性とかそういうのが見えてくるんじゃないかというようなことをちょっと試みていて、今こういったグラフ構造っていうんですけれども、こういった形でデータを整えるっていうようなことをやっています。でちょっと前に戻って、あここか、ここに戻っていただくと、ティム・バーナーズ・リーさんという人がですね、まあ、ウェブ上にあるデータをどういうふうに公開していくのが非常に皆さんの再利用性がいいかということを簡単に示したこう図があるんですけれども、例えば皆さん、まあ、自分のウェブサイトか大学のウェブサイトでもいいです、なんか PDF でまず公開をします。そうすると人は読めるんだけど、なんか文字も機械で読めないっていうような形式で PDF とかを公開するとかあるじゃないですか、なんかこう選択しても選択できないとかね、そういうのありますよね。だから PDF で公開する、公開しないよりずっといいんですよ、公開しないよりずっといいんですけれども、もうこれだとまあなかなかね、自分で人がまず読むようなレベルから入るっていうことなんですが、その次には例えば今度 Excel 表で出す、 Excel 表で検索研究の成果を出すっていうふうにしていくと、まあ Excel のプラットフォームでは計算機で編集がだんだん可能になってくるということで、ちょっと利用段階が上がりますよね。でそれをだんだん進めていくとですね、 CSV でカンマスペースでリックルでやると、今度そうすると Excel というアプリケーションには依存しない、こういう表計算系のプラットフォームであれば何か何でも使えるという形になる。でそれが先ほど紹介した RDF になるともうちょっと違った形になるんですけども、またさらに段階が進む。でその末にですね、実はリンクとオープンデータ RDF っていうのがありまして、これだともうちょっとこう何て言うかな、データとデータの関係性を非常に密にいろんな情報を付け加えていく、リッチにどんどんしていくというような、リンクとデータというレベルがあって、まあ、こういうふうに進んでいくのが理想だよというようなことを、このティム・バーナーズ・リーさんというセマンティック・ウェブという言葉をちょっと聞いたことあるかもしれませんけど、それを提唱した人が言っているわけです。で、まあ、この、まあ、私たちはまだ LOD までは行ってないなと思うんで、とりあえず RDF という形式をちゃんと整えて、まあ、言葉をだんだん揃えていきましょうというレベルで、今生命科学のデータを整えようというふうにしています。で、まあ、これほとんど最後になりますけれども、まあ、データ共有に関する我が国の課題というのは実はまだまだいろいろあるので、まあ、これはちょっと半分口なので皆さんに後から読んでいただければいいんですけれども、私たちも弱小なチームではありますけれども、欧米のセンターとはちょっと比べ物にならないんですけれども、一生懸命頑張って皆さんの役に立つようなこういったサービスを今後も続けていきたいというふうに思っています。でついては一つこれお願いなんですけれども、このトップページのところに1分で教えてください活用例っていうリンクがございます。でこれは NBDC のそういった関連サービスをこんな風に使いましたよってことを、もしよかったら教えていただきたいっていうお願いなんですね。私たちのそのサービス、いろんな方たちにアクセスをしていただいているのはアクセス数とかで見ることはもちろんできるんですけれども、実際に具体的にどんなふうに使われているのかな、なんかユニークな使い方ないのかなということを日々私たちセンターの中で悶々と探っている状態なんです。なのでぜひそういう情報があれば教えていただきたいなと、こんな使い方あるよというようなことで教えていただけると非常にありがたいと思いまして、最後にここのところを紹介させていただきました。
ということで私の発表これで終わりたいと思います。私講習会の最後までおりますので、私のパートでなんかこれ分かんなかったっていうのがもしあったら、ぜひぜひ直接尋ねていただければありがたいです。どうもありがとうございました。